メタボロームから見る物質構成というタイトルにはしていますけれども一般的にマイニングという言葉の,あの歴史的な流れとともに今何ができるかということを紹介したいと考えておりますで先ほどポスターセッションで28番で説明もしてきたんですけれどもまずメタボロームの話の前に少しゲノムマイニングのことを紹介させてください。ゲノムマイニングっていうのは ああの微生物とかをやってる人には非常になじみの深い言葉で僕もまあゲノムマイニングの仕事もやってるんですけれども実はヒトゲノムが発表された2001年のネイチャーの論文の中にはイワン・バーニーって今 EBI のトップやってるイワン・バーニーの「マイニング・ザ・ドラフト・ヒューマン・ジノム」っていう紹介記事が書いてあってその記事の中にはこのイシューには9データ・マイニング・ペーパーズがあるって書いてあるんですね。当時2000年ぐらいは情報 科学の世界でデータマイニングっていうのがちょうどウェブマイニングとか盛んにやられていた時期なんでゲノムデータに対してもマイニングやろうっていうところがあの2000年の頃にも持ち上がっていただけれども実は今ゲノムマイニングとかをウィキペディアとかで調べてもらうと人ゲノムに対してゲノムマイニングってやってる人はいなくてですねほとんどはもう微生物でやってますちょっと英語でつぶれちゃってて読み,読みづらいんですけども具体的には、えー、天然物のバイオシンセティックジーンクラスターを見つけるのが ゲノムマイニングだっていうことが、まあ、一般的に今言われている意味になるんです。でなんでそんなに微生物の方にシフトしたのかと言いますとやっぱり微生物の遺伝子っていろいろいじれるから面白いんですね。で一番初めはバクテリアでもちろんやられていて例えば PKS ポリケタイドシンテースであるとか NRPS ノンリボソームの、えー ペプタイドシンテースってジャイアントジーンと呼ばれていた何千アミノ酸っていうものを使うような大きい遺伝子がですね今の技術を使うと例えば酵母の中にぶち込んで酵母の中でそういう遺伝子を使った新しい新規物質の合成とかできるわけです。で僕自身も実はつい最近そういうことをやってて、えー、一つはあのロバスタチンっていう非常に有名なスタチンがあるんです。 高血圧の時に処方されるあのスタチンの、まあ、起爆剤となったものがロバスタチンなんですけどもそのロバスタチンっていうのはアスペルギウスっていうその「シジ菌が作るんです」そのテレウスっていうのが作るやつなんですけどもその遺伝子クラスターと非常に似ているものをこれあのアステラス製薬との共同研究なんですけどもアステラスさんがナン、no. バー14919って読んでいた訳のわからない菌株のゲノムを読んでみたら非常に似ているものが出てきたと。 だからこの14919ていう遺伝子クラスターがコードしているものが多分、スタチン類だろうということで論文の方を調べてみると実はアステラスさんのところから出している FR901512 ていう化合物と、まあ、非常に構造が似てるんですけどもこちらがロバスタチンで下が FR901512 で,でこういう非常に似た形のものをードしているからさっきの遺伝子クラスターはこいつだろうというふうに。あの 当たりをつけてみると確かにほぼロバスタチの整合性遺伝子と一対一対応するものがあの見つかるわけです。であの菌のクレードその微生物の分類から言うとこのカビのこのこっちのカビはゲノム解析したんで名前が付いたんですけども、えー、サイラリアっていうあの腐朽菌あの腐った木とかに生えるカビの一種でアスペルギルス土の中にいるアスペルギルスとは全然住むとこも違う んで,すけどもでも遺伝子ととしては非常に似たものを持っいいるということが分かったわけででこのゲルムマイニングで僕らがやったことはアス,ペラスアステラスの人たちと一緒にやったんですけど何やったかっていうとこの遺伝子クラスターの中の遺伝子をブチブチに切ってでみんなプラスミドに入れちゃってでそれを酵母の中で、えー、合成生物学的に発現させようと。で、えー、プラスミドの中に入れる時に、えー、全部の遺伝子クラスター1個のプラスミドに入れるのはつまんないから。 遺伝子を2個ぐらいずつに分けといていろんなプラスミドにわあの分けて分譲さ,させといてでそのプラスミドをコンビナトリアルに組み込むことによってその遺伝子機能の、えー、働きを見るとともに新しい物質合成ができないかということをたくらんだ目論んだわけですそうすると実はその整合性遺伝子を部分的に入れ替えていくことによって新しい構造ができるあのちょっと言わせましたけどロバスタチンっていうのはここのところ便ン環ンじゃないんですね。 だけどこの FR っていうのはこっちがベンゼン環になってるからその形だけは似てますけれどもその立体構造的にはもう全然違う形を持っていてで実はその、えー、バイオアクティビティから言うとこの FR の方が高圧剤としては効果が高いんですけど、えー、こいつはまあ市場に乗せても今はもうスタチン類がたくさん出てるからいらないだろうということでアーステラスさんが放棄した金株な に含まれている化合物なんですですこの FR っていう構造とちょっとここに即座の部分が違うものっていうのがこのロバスタチの遺伝子と組みイクスチェンジすることでできたりするとでこういうのがまあ今ゲノムマイニングとの成果として合成生物学に応用できるので面白いっていうことでたくさん得られるわけですでゲノムマイニングの方は今本当にあの熱いと言いますか新しい物質がバンバン出てきてて最近僕が面白いなと思っているのはこのリップというものなんですリボソーマリー シンセサイズとだからリボソームからできているペプチドなんだけど後で翻訳した後でモデリファイドされた物質っていうものでで形としてはパッと見ると NRPS のプロダクトのような結構ぐちゃぐちゃなアミノ酸構成持ってますで例えばここ見てもらうとどこがいいかな例えばですねこ,ここの6番の物質フォモプシンっていうのはこれアミノ酸由来ペプチド由来なんですけどこのアミノ酸の即座のところにこんな二重結合がバンバン入っててその。 デヒドロの形になってるわけですですこういうものは普通は NRPS の産物でしょうと思われているんですけど実はこいつらが普通のペプチドからできていることが分かってきたでこのリップっていうのはもともとバクテリアで知られてて、えー、特にその乳酸菌とかランチペプタイドとかそういったもののグループだと思われてたんですけども最近あのカビ類にもあることが分かってきてでつい最近になって植物も作ることが分かってきたわけです。でカビ、えーで カビであることが分かったのは実は僕も一緒にやってた産総研のトラヘッドっていうプロジェクトの中で初めて分かったんですけどもともとはキノコの中でもアマニチンっていうあのテングタケとかかのの毒キノコしかこのリップっっってててて持ないって言われてたんですそれがもうつい2000年2010年ぐらいまでそう言われてたんですけどもちょうどその産総研のプロジェクトでアスペルギルスを解析してたらアスペルギルスの遺伝子の中にどうもこのリップのものが見つかった。 っていうのは、それがもう、このウスティロキシンっていう、アスベルギルス族から見つかった初めてのリップ。ええ、という分子で、で、その後からフォモプシンとか、あ、ボンボン出てきたわけです。でつい最近、植物から出てきたのが、このリシュウミンってやつで。リシュウミンっていうのは、何かというと、クコの実なんです。クコの実って、ゲノムがまだ分かってないんですけれども。リップが植物にもあるじゃないかっていうふうに、先見の明がある人が、トランスクリプトームの中に。リシュウミンに対応するアミノ酸配列を。 検索かけてみたら、なんか一個の遺伝子の中にこういうそのドンピシャのリピートを持つものが出てきた。で、これがおそらくプリカーサープロテインで、そのプリカーサープロテインからなんかプロセスされてこのリシューミンが出るんだろうっていうふうにして、えー、解析をすると、まさにその通りだったという論文なんです。これはちょうど1000えっと2、3年前の論文だと思うんですけども p n s に出てるものです。で、えー、このまあ つまり高等植物でもこういうリピート配列をたくさん含むようなタンパク質からこういう二次代謝産物みたいなのができてるってことが分かってきて非常に面白い時代になってますだからゲノムの配列がたく,たくさん蓄積されるとこういうふうに自由にマイニングできるようになってきたで僕が実現したいのはこれをメタボロームでもやりたいということなんですもちろんゲノムマイニングの結果っていうのはメタボロームで検証するんですけれどもそもそも検証する前にメタボロームのデータでたくさん溜まってるんだからその溜まってるデータの中からえ構造をマイニングしたい でまあ、うちのグループでは少しやってて僕の理研のチームと例えば u c d a v i s とのコラボレーションでやった仕事っていうのは u c d a v i s のオリバー・フィーンの研究室がたくさんメタボロムのデータを蓄積してるんでそこで名前が分かんないんだけどいろんなところにも何度も何度も見るあの同じスペクトルを名前つけてやろうっていうことです。例えばこれ結果が分かって N メチル UMP っていうことが分かったんですけどこの N メチル UMP っていうのはそもそも PubChem にも載ってなかった構造です。 メチル ump はもちろんあの普通の UMP は普通の基礎代謝物ですけども N メチルっていう N の先っぽにメチル基がついただけで今まで全然知られてなかったんですけども、えー、とオリバー・フィーのグループが、えー、マインっていうその既存の代謝物なんだけどワンステップ普通の代謝酵素の働きをリアクションをか,あのかませたら出てくる新しいあの ハイポセティカルな化合物のデータベースっていうのを作っていてそのマインデータベースの中で、えー、まあ仮想スペクトルを作ってあげて実測のスペクトルと比較することによって NMHUMP だって確定した例ですで、この NMHUMP はキャンサーセルっていうところにすごくディストリビューションを見てみるとこれオリバーフィーのリポジトリの中でのディストリビューションでしかないんですけども、えー、人とか動物のキャンサーのセルにばっかりたくさんあると だからおそらくがん化するとメチル化がどんどん更新するって知られてますけれども代謝物でも N メチルみたいなものがどんどん増えているということですそれから同じく N メチルなんですけど N メチルアラニンというのももともとデータベースにはなかったんですけどもこれもそのマインというデータベースの中には入っててでこっちはバクテリア由来であるとおそらくそれは何でかというと人とか動物のうんちの中にたくさん見つかると。 だから多分腸内細菌がこの N メチルアラニを作,んでる作ってるんだろうっていうふうに想像してるんですけどもこういうものがまあたくさんレポジトリの中から見つかるわけです。でこれはたまたまそのオリバーフィン相手方のオリバーフィンが自分のところで測ったメタボロームのデータを全部蓄積しているビンベースっていうレポジトリを持ってるからそこに検索かけて分かったんですけどもこういうことを僕が誰でもできる時代ゲノムマイニングと同じように誰でもメタボロームマイニングできるようにしたいと思っているわけですで。 こういうふうに新しい代謝物ってまだまだ知らないものがたくさんあるはずで、最近リピドミックスやってるんですけども、リピッドのカテゴリーも皆さんが知らないリピッドのカテゴリーがものすごくたくさんあります。今まで例えばグリセロシスとかスフィンゴシスとか言われてたんですけども、例えばスフィンゴミエリンで言うと、このスフィンゴミエリンの構造ってまああの有名だからどこに調べても載ってますけども、このスフィンゴシのところにそう水産基が一個ピュッと出てるんですね。でこの水産基のところに、えー、もう一個脂肪酸がくっついちゃってアシル化されたスフィンゴミエリンっていうのがじ はありますこういうふうに水産機がくっついているところにアシル化しちゃうっていうものはたくさん見えて例えばヘキソシルセラミドセレブロシドとも言いますけどヘキソースがついているとそのヘキソースのどこか1箇所がさらにアシル化されるっていうのはアシル化されているような代謝物ってたくさんあります。ですからこういったものがもしかしたらバイオアクティビティ持ってるかもしれませんしそもそもそのアシル化の意味っていうのを知りたいなと考えてるわけです。 でマイニングのプロセスはゲノムマイニングもメタボロムマイニングも非常に似てて一番初めのところにやっぱりリポジトリがあってそのリポジトリの中でグルーピングをするクラスタリングをするっていうところがもう一番の重要なポイントなんです。ですからこのメタボロームのリポジトリでしかもグルーピングができるものを作るというのが私の研究の目標になります。 ちょっと時間がなくなってきたんでこのスライド飛ばしちゃいますけど作りたいのはメタボバンクというレポジトリなんですけれどもメタボライツとかメタボロミクスワークベンチというメタボロームのリポジトリが欧米ではすでに稼働しているんですけどもなかなか再解析ができない状況にあります。ですからまず国内でメタボロームのデータをたくさん出してきた利権の CSRS のチームのデータとそれからあと数多 DNA 研究所のデータというのをまず自分たちの手でキュレーションし直して メタデータを同一のオントロジー、同じオントロジーの元でメタデータを付け直すという作業を行って、今年ほぼそれそこまで全て完了しました。で、そのメタボメタデータだけはリケンのプランとメタデータ メタボロームメタデータベースという形で利権 PMM というところに今公開しておりますでこの公開しているメタデータはもちろん生データとしてはその CSRS のレポジトリとかカズタのレポジトリと連結しているんですけどもそれらをですね今度来年度遺伝権の方にも、えー、レポジトリ同じクローンを作ってあげてそちらの方でも稼働してメタボバンクという名前で一般公開しようと考えていますで遺伝権の方で実施する方は一般からの受け付けもあの投稿も受け付けると もちろんその利権で投稿を受け付けられないので皆さんからのデータ受け付けというのを遺伝権を中心に実施していきたいと考えております。で今のところメタボバンク利権 JP という我々の手持ちのデータだけを公開しているんですけどもそのメタボバンク利権 JP に行っていただくと g c マスのデータと l c マスのデータも今も整理できましたけどもメタデータを見てもらって検索して好きなものをダウンロードするということが可能になっております。 ままとめますこれ最後のスライドですけれども今ゲノムマイニングがこんだけ面白くなっているようにメタボロムマイニングというのをまあ5年後ぐらいにすごく面白い分野にしたいと考えております。でよく聞かれるのがあのゲノムとメタボロームをオミックス統合できないんですかって言われるんですけど一言で僕はできないと思ってます。で論文とかいっぱい出てるんですけど世の中にはオミックス統合のソフトウェアとかもいっぱいあるんですけど、まあ、多分かけても何も出てこないのでまずはきちんとメタボロムマイニングができる環境を作る。 でそれからさらさににままあオミクス統合に少しずつ移行すするとという感じだと考えておりますで植物データで遊びたい人はぜひそのメタボバンクでメタデータ見るのと同時に、えー、理研の方で12種かな植物の,メ,あのメタボロームを測ってで同定できているものはもちろん公開ですけど同定できてない例えば蘇生式しか当たってないものとかも全部ダウンロードできる形にしたあの であのウェブサイトプラズマっていうのがありますからそこも行って遊んでいただけるとありがたいです以上で終わらせていただきます。